ピオンベルトを持っての入場。 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、揺るぎない実力者、ニック・ボックウィンクル。第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、常に熱い血をたぎらせるファイター、テリー・ファンク。ダブルタイトルマッチが行われました。この時には1対1から3本目両者リングアウトで、これまた決着がついておりません。まあいわゆるプロレスファンは、山田さん、 NWA が強いのか AWA が強いのか、こういうような一般的な興味があると思うんですけれども、ババ対帝王バンガニアの対決の時には決着はついてませんでしたね。そうですね、まあ、あの試合も非常にあのメモリアルな記念すべき一戦だったんですけれども、はい、どうしてもあのファンの皆さんの中から、まあ、本当に、そういった部分的な興味といいましょうか、 NWA が強いか AWA が強いかと、仕方がないですよね。そうですね、なかなかねこの判定を出すのは難しいですね、はい、さあリング上グランドでの展開であります。まあ AWA というのも近年非常にあの力をつけてきている団体ですね。でしかもこの AWA の歴史をずっと見てみますと、確かにあのバンガニアという人が、栄光のチャンピオンだということができるんですが、はい、私の見るところ、このニックがガニアの次ぐらいに素晴らしいんじゃないかと思いますね。そうですね、山田さんどうでしょうか。世界のマット界の地図をちょっとご紹介願いたいんですけれども、 NWA の現役チャンピオン対 AWA の現役世界チャンピオンのダブルタイトルというのは、プロレス史上実現したことがあるんですか。あのね、この AWA というのはまた今の AWA とはちょっと意味合いが違うんですけれども、AWA というのは実は今までに3つあるんですね、はい、歴史の中でそういった意味では実現してるんですが、近年の AWA はないですね。ああそうですか。記者会見でも発言してましたけれども、 AWA の現在の世界チャンピオンニック・ボックウィンクルは、今後もし NWA 世界チャンピオンと戦うことがあったら堂々とやりたいというふうに、まあ、ベルトへの自信を語ってましたね。はい、それで現実にですね、NWA のテリトリーのですね、まあ州といいましょうか、テキサス州のヒューストン、あるいはサンアントニオ、それからあれですね、テネシー州、メンフィス、それからケンタッキー州レキシントン、こういったところへどんどん出ていってますし、はい、それからカリフォルニア州のオークランド、サンフランシスコ、コロラド州デンバー、ユタ州のソルトレイク、ジャンニアのマーケットをですね、じわじわと広げているわけです、はい、で当然まあ、シカゴでもですね、有名なインターナショナルアンフィシアターはなくなったんですが、今シカゴ大学のキャンパスでやってますね。なるほど。非常にですから、このニックという人のチャンピオンになってから精力的に拡大している、はい、これはだから近い将来、実現する可能性はありますね。あ、なるほどね、はい。まあ、山さんご指摘のようにアメリカのマット界ではこの AWA のニックに NWA ゾーンのレスラーが挑戦することがしばしばあります。それからその反対に NWA の世界チャンピオンに AWA ゾーンのレスラーが挑戦することもありますね、はい、これはね、一般のチャンピオン以外のレスラーというのは、はい、ブッキングによって、あちこちのテリトリーを動きますんで、そういうチャンスは十分ありますね。そうですね。さあテリー・ファンク対ニック・ボックウィンクルの対決、まずは両選手、静かな幕開けとなりました。うん、今の出方から見て、相手がニック・ボックウィンクルという、非常にテリー自身がレスラーとしては尊敬する相手だけに、はい、テクニックで向かおうという感じで、しかもニックもまた今のところはですね、堂々とテクニックで受けてたという感じですね、うん、そうですね。まあ、両選手は勝負を離れたところでは両者は本当に尊敬の念を共に持っている、このテリー・ファンク、そしてニック・ボックウィンクルであります。 AWA の現32代世界チャンピオンのニック・ボックウィンクル、そしてテリー・ファンクは第51代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンであります。グランドでの展開が続きます。サイドのヘッドロック、さあ今度はテリー・ファンクがバックからどういうような攻撃を仕掛けますか。どうやらニック・ボックウィンクルの得意技は足4の字固めですので、両方の太ももの後ろのあたりを狙ってまいりました。まあね、考えてみれば、はい、このニック・ボックウィンクルのお父さんも1930年代の非常に有名なレスラーのワーレン・ボックウィンクル、はい、それからテリー・ファンクのお父さんはこれはまたファンご承知のシニアですね、はい、ですから季節して2人の父親がプロレスラー、はい、
ということはもう2代目レスラー同士の対決と、はい、いうことですね。そうですね、まあ、そういったところが2人にとりましての非常に大きな共通点なんですけれども、まあ、両者ともに偉大な父親の英才教育でこういうふうに成長してまいりました。山さんお話のようにケリーの方はご存知ドリーファンクシニア、そしてニック・ボックウィンクルは、一時代セントルイス・ミズーリーの偉大なレスラーのローレン・ボックウィンクルであります。このニックの方は16歳から鍛えられたというふうに聞いてますね。そうですね、非常にあの英才教育だったと言いますね、はい、ただあの私若い頃のニック・ボックウィンクルも多少は知ってるんですが、どちらかというと非常にあのテクニシャンで地味なタイプの、はい、選手でしたね。ですからその時代あのジャイアント馬場選手なんかも知っておりまして、非常にあの個人的には親しい間柄になります。なるほど、はい、ただ同時にこのプロレスリングの世界では親しいということはやっぱりライバルと、この世界でのライバル、ひとたびこの四角いリングに上がりますと、もう友情も何もないという非常に厳しい世界なわけですね。そうですね。それから山さん忘れてならないのはこの両選手、まずテリーの方はここまでトップレスラーとして息の長いレスラー生活を送った陰には兄ドリーの影響が十分にある、はい、それからニック・ボックウィンクルの方はテオ・バンガニアの影響が随分大きいですね。そうですね、やはりあのニック・ボックウィンクルという人は AW テレプリに入ってからは常にバンガニアというものを目標にし、教えを受け、あるいは攻撃しということで非常に影響されたでしょうね、はい、さあ両選手がっちりと、まさにこの横綱相撲のような対決になってまいりました。非常にね、この両者ともにディフェンスに気を配ってますね。まさにこの重厚な試合内容ですね、はい、あの攻撃するというよりも、はい、もう守りを固めてますね。そうですね、両者ともに守りのレスリング、そういうような感じがあります。さあ股先攻撃、テリーファンクが仕掛けます。非常にね、セキュラヘッドロックとか今のあの股先とかオーソドックスな技を出してますね、はい、ただね、私はあのこのニック・ボックウィンクルのような選手にはですね、まあ、ローリングクラッチあるいはローリングクレイデル、こういった極め付けのテクニックが案外通用するんじゃないかと思いましたね。なるほど。第51代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンテリー・ファンク、現在39歳、この39歳で現役を引退します。そして一方の第32代、現在の AWA 世界ヘビー級チャンピオンニック・ボックウィンクルは現在45歳で現役バリバリ。山さん、こういった年齢的な面からだけ判断いたしますと、ますますこのテリー・ファンクの引退惜しまれますね。そうですね、やはりあのトップレスラーというのはファンの誰しもが一日も長くやってほしいというふうに思うわけですが、まあ、テリーの場合ですね、やはりハードな試合の連続ということで、まあ、アクシデント続きということもありましたね、まあ、それが彼のレスラー寿命を縮める最大の原因かと思いますが、それにしても40代を待たずしての引退というのは非常に残念ですね。そうですね、勝負は10分が経過したところであります。まあ、ハーリー・デイスも山田さん39歳の今年6月の10日7度目の世界王座返り咲きをやってのけましたよね。そうですね、そういう周りのレスラーを見ますとますます本当にテリーをもう一度世界王座を狙ってくれと叫びたい気がするんですがね、はい、やはりあのアクシデントによる体の故障というものは、はい、やはりあの場所にもよるんですね、まあ、テリーの場合はですね、これが肩とか腕であればまだ良かったんでしょうが、やっぱレスラーにとって両膝というのはかなり致命的なものがあるんですね。さあ、その膝を攻めていきます。王者ニック・ボックウィンクルです。テリー・ファンクの左の膝を完全に半分に折りました。ウィークポイントと見ましたか。王者ニック・ボックウィンクル、まあ、それぞれの人生の歩み道というのは違うわけで、まあ、自分の人生は自分で決める自由なものだけに止めることはできませんもんね。そうですね、まあ、それにね、あのテリーというのは世界チャンピオンになったということと同時に日本でどれだけスーパースターになったと、このね、重圧というか期待感、これはね、やはり彼の引退を早めたかもしれませんね、はい、さあ王者ニック・ボックウィンクルが大技を仕掛けました。まずバックドロップを打ちます。AWA 世界ヘビー級チャンピオンのニックであります。さあ放送席にテリーの大きな背中が飛び込んでまいりました。
さあちょっと表情をつぶさに見たいと思いますが、ちょっと後頭部を打ってますか。そうですね、やはりあのバックドロップは瞬間的にはかなり効いてるでしょうね。そうですね、さあここでニックが一気加勢に攻め込んでいきます。王者ニックボックインクルのここで攻撃が見られます。この辺りの攻めのいわゆる何て言うんでしょうか、一気加勢に攻めるところあたり、さすがに王者ですね。そうですね、やはりあのチャンスと見ますとね、ニックはね、かなりダーティーな手段でもね、一気に肩にかかって攻め立てますね。はい、これがなければやはりあの現役チャンピオンとしてですね、王座を守っていくことはできませんね。本当ですね。さあガン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 攻めていきます。王者ニックボックインクル、187cm、120kg です。一時は山田さん、このニックもいわゆるダーティーチャンピオンですとか、そういうようないわゆる悪い評判を取った選手なんですけれども、この実に通算すると6年以上タイトルを守るというのはもう仕方がないことですよね。そうですね。さあ攻めに行きました。今度はテリーファンクが守りの立場です。このテリーサヨナラシリーズ開幕戦からずっと見ているんですけれども、攻撃の面ではテリーファンク非常にいいものを出しておりますが、一旦守りになりますとやはりテリーにはちょっと心配な面がありますね。そうですね、やはりね、守りということになりますと、あの膝のねアクシデント故障がねパーフェクトに治っていないので、どうしても苦しい立場に追い込まれますね。しかし山田さん、勝負ということになりますと相手のウィークポイントを攻めるのはセオリーですから。もちろん、ニックがもうガン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 攻め込んでますね。はい、これはね、テリーファンの方から見ればやり方がダーティーじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、プロレスリングというのはやはり非常な勝負ですからね。そうですね、ルールの範囲内で、まあ、今の場合はね、これロープダウンですから攻撃してはいけませんね。さあロープブレイクを命じておりますジョー・ヒューチレフリーであります。かたやこのテリー・ファンク、 NWA の偉大なレスラー、元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリー・ファンク、もう完全に相手を押しまくっています。AWA の王者ニック・ボック・インクルであります。日本で初めて実現したこのゴールデンカード、まさにこの世界マット界の意地とメンツが真っ向からぶつかり合う試合ということになりましたね。そうですね、それにしてもあのニックが非常に膝攻撃うまいですね。膝をかばう姿勢が多くなります。さあテリーファンクの膝を徹底的に打ちのめす。ニック・ボック・インクルヒップドロップを落としました。膝を完全に90度に曲げてますね。そうですね、苦しくなりました。ちょうどあのテリーにとって非常にウィークポイントである膝の内側ですね、この部分をかなりあの柔らかい部分ですね。あるいは得意技フィギュア4レッグロックへの布石かもしれません。おそらく狙ってるんじゃないでしょうかね。そうですね、インディアンデスロックに入ってますね。はい、インディアンデスロック、これで腰を高くしてさらにひねりを加えますとテリーのもう膝はもう両膝ガタガタでありますので、ちょっとダメージがさらにまた大きくなるんではないでしょうか。しかしここでテキサスブロンコ、テキサス魂を秘めた男テリーファンク、どういうように回復してまいりますか。山田さん、この両選手の最も違う点というのは2人の性格だと思うんですけれども、あのアメリカのマット界ではこのニック・ボック・インクルはいわゆるこのカリフォルニアのなんて言うんでしょうか、夕日とかですね、そういうような非常に都会的な名前で呼ばれます。一方のテリーの方はまさにこの野生的なアマリラテキサスというふうに紹介されますよね。そうですね、やはりあのどちらかというとこの風貌もですね、非常に野生味というか、まあ、悪く言ってカントリー風というか、非常にあのどちらかというとテリーの方は、まあ、田舎っぽいですよね、でもその田舎っぽさが非常に皆さんのね共感を呼んで、ところがね一方のニックは非常にあの都会的で、まあ、ちょっと冷たいところのあるスマートさというか、そういった味合いがありますね。そうですね、まあ、だからこそ非常にあのダーティーな一面も持ち合わせて、そういったことを非常にやってのけるということもできるんじゃないでしょうか。そういうふうにこのテリーファンクは13年間の日本のリング上でスーパースターになりました。そしていわゆるこのレスリングを離れましても、山田さん、一般の少年少女ファン、それから大人大学生までこの人生に耐えるということを本当に教えてくれた男ではないでしょうかね。そうですね、あのですから私は今この目の前でですね外人の選手2人が戦っているというふうには見ないんですね、はい、あのテリーは日本人であるというふうに私の目には映るわけです、はい、ですから日本人のテリーと外人のニックが戦っているというような錯覚さを受けますね。さあここで反撃の体勢、その耐える力を本当に日本のファンに教えてくれたテリーファンク、
さあ勝負に出ていきました。足を引っ張ってリングの中央に持って、そしてニードロップをまず落としました。膝がもうガタガタなんですけれども負けておりません、テリーファンク。さあ勝負に出てまいりました。ここで再びニック・ボック・インクルも勝負、潜り込んで下からの攻撃。さあスプリングとホールド、しかし左足で蹴り上げるニック・ボック・インクルです。さあ行きます、テリーファンクが行きます。まさにテキサスブロンコの魂でしょう。正面からヘッドパットを合わせました。いわゆるこの日本のファンに根性を耐える力を教えてくれたこのテリーファンク。一方の山田さん、ニック・ボック・インクルの方は、まあ、来日回数がまだ8回ということで、いわゆるこの日本のファンの心を揺さぶるような、まあ、魅力はまだまだないような感じがしますね。そうですね、やはりあの非常にクールな選手ですからね、その点そのガーッと熱くなるっていうないとはまだ見られないですね、はい、さあテリーファンクのそろそろいわゆるど根性ファイトが見られそうだ。首に手を回しています。そしてさあ相手を持ち上げてブレンバスターか、ブレンバスターに行った、さあブレンバスターに行った、あしかし潰された、危ない蹴り、危ない蹴り、ああいう潰し方があるんですね。危ないですね、危なかったですね、これは予想外だ。テリーファンクちょっとね、やはりあのテリーの攻撃力にまだ力が充実してないんですね、はい、完全にブレンバスターは未完成に終わっています。さあテリーファンク対ニック・ボック・インクルの対決、非常に熱を帯びてまいりました。さあ足を掴んでどうしても取りたいか。さあもう一回テキサスクローバーホールドに行きそうだが、開幕戦では見事に見せましたけれども、さあどうでしょうか。ロープサイドでした。入り方はなかなかいいんですがね。そうですね、ちょっとロープに近かったですね、相手の体はもう完璧なまでに2つに折ります。テキサスクローバーホールド、このテリーファンクが開発した技ですが、今度はニックが足4抜き固め、とうとう行きました。フィギュア4ウェーブロック、さあ苦しい、嬉しくなりました。テリーファンク、ニック・ボック・インクルの本当の得意技18番。カメラマンがずっとこのリングサイドに駆け寄っています。さあニックが見せます、フィギュア4ウェーブロック、完璧に決まってますか山田さん。そうですね、相当深く入ってますね。そうですね、もうがっちりと食い込んでいるニック・ボック・インクル。しかもあの、テリーの頭がですね、はい、リングの中央にありますので非常に苦しいところですね、はい、さあ非常に苦しくなりました。テリーファンクが何やら叫んでいます。誰かに助けを求めているのか。テリーファンク、ここです。本当に魅力的な表情をします。絶対にギブアップしないでしょう。踏ん張る、猛烈に踏ん張る。しかし山田さん、ニックのこの足4抜き固めは非常に強いですので、あまり我慢しますとちょっと今後心配ですね。非常にあの膝への影響が大きいですね、まあ、ですからあのプロレスリングの試合ではですね、あの根性と我慢もいいんですが、はい、時と場合ですね、はい、さあさらにまたニック・ボック・インクルが突進いたしました。両選手が場外に落ちました。テリーファンクが今エプロンに膝をついたが、膝に来てますね。そうですね、完全に膝に来てます。ちょっとガクガクしてますね、さあニックが追いかけるエプロンサイドだ。両選手の対決、日本で初めて実現いたしましたゴールデンカード。 AWA 世界ヘビー級チャンピオンニック、そして第51代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリーファンクの対決。さあ場外乱戦、そしてエプロン自体エプロンでの対決、さあどういうような試合になりますか。さあテリーがおっとトランクスを持ってニックを一回場外に落として、素早くテリーファンクがエプロンからリングの中に入った。今ここでゴングが鳴らされます。さあ勝負は上皮口、レフリーはテリーの手を上げた。テリーの手を上げました。リングアウトですね、これはテリーのリングアウト勝ちですよ。まさにまだ正式な発表はありませんけれども、ニックが一旦エプロンに上がったんですが、非常に巧妙なテリーの作戦、カウントを頭に入れておきながら一旦このニックをリングの外に送り出しましたね。そうですね、結局はそれでカウントアウトを取られたようです。ちょうどあのエプロンサイドですね、一気にあのテリーがですね、外にニックを放り投げましたね、はい、おそらくあの時にテリーはあのカウントを計算していたのかもしれませんね。そうですね、土壇場で非常にクレバーなレスリングを展開いたしました。テリーファンク、見事に AWA 世界ヘビー級チャンピオンニック・ボック・インクルを20分55秒、葬りました。リングアウトでテリーファンクの勝ちであります。
まあ、素晴らしい試合でしたね、山田さん。そうですね、やはりあの非常にね、最初のスタートはテクニック合戦、静かなスタートの中からバーッと燃えた試合になって、かなりラフなテクニックも出ましたね。はい、非常にいい試合でした。 NWA そして AWA の世界を二分する両団体を代表する偉大なレスラーによって行われました、このビッグカード、ゴールデンカード。テリーとニックは、山田さん、今後もテリーは引退ですので戦うことはないんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、二度と戦うことはないかもしれませんが、はい、非常に心に、お互いの心に残る、ね、一戦だったと思いますね。